お疲れ様です。マピューです。今回は10日ネウ使います。デュエルオリューション仕組まれた罠の開催と同時に10日が解放されたので、おそらく新スキルであるトリックを引っ提げてくるのかなと考えていたんですが、そんなことはまるでありませんでした。ネウはネウらしく、そう、自分らしくのびのびと10日解放していきました。というのもですね、進化ネウのスキルが魔のささやきスキルだったんですよ。このキャラ組む盤面の自分のマゴマ1枚につき、通常攻撃 1.2 倍、最大で2倍出るというスキルがですね、この10日ネウではコンボスキルになりました。で、このスキルが変わりまして、通常攻撃ダメージに依存する特殊ダメージということで、まあ、結局はですね、マナグリで使えるという性能、そう、本質は変わっていないんですね。ただ進化に比べるとこっちの方が強いんじゃないかなと、10日の方が強いんじゃないかなと個人的に思っています。この性能を見ていただければわかるんですが、まあ、先ほども説明した通り、コンボスキルは進化ネウのスキルをコンボになったという感じですね。で、スキルが盤面に自分のマゴマが3枚以上あるときに発動できて、通常攻撃ダメージの 1.2 倍の特殊ダメージを与えます。まあ、いわゆる自分の通常攻撃に依存する特殊ダメージなんですが、まあ、これがですね、火力結構出るんですよ。ミアクレルと同じぐらい出ます。で、進化のネウがですね、盤面にある自分のそのマゴマ1枚につき上がっていくと、通常攻撃が上がっていくというスキルだったんですけれども、これ比較した時にあっちもマゴマが3枚ないと2倍出せないんですね。そう考えるとこっちの方がね、そう、コンボスキルもなんかこうよりマナグリ寄りになりましたし、スキルの通常攻撃ダメージも上がりましたしということで、この10日ネウの方がマナグリに入れるにはいいんじゃないかなと。あとですね、この HP が個人的にすごい親近感湧いたんですけども、これ1996って書いてあるんですよ。私の生まれた年と同じですもし1996年生まれの方いらっしゃいましたら、コメントぜひ書いてください。まあ別にね、1996年生まれだからなんだっていう話なんですけれども、もしかしたらネウと私が同期なのかもしれない。そんなね、その淡い期待、まあ別に期待でもないか、うん、なんかそのすごい親近感湧いてしまいましたという話ですね。まあ23歳には見えないですけどね。でもねそんなネウを今回は使っていきたいと思います。マナグリデッキ組んできました。アズマリアリーダーで、まあこれはですね、アズマリア下が4枚という尖り具合、もうとにかく殴ることに特化しています。あとはカウンターとか罠とかも入っていて、まあ、最悪手駒ロックで逃げていこうかなっていうデッキですね。手駒ロックやデバフで遅延しながら、延命しながら罠スキルなんかも貼っていって、ネウやカーリーをぶっ放すと。で、このネウのスキルの発動条件というのが、盤面にマゴマ3枚ないといけないので、ディメントスを召喚する、なんて言うんだっけ、バルザードであったりとか、ゾノバを召喚するブランジェッタも入れております。ということで、このデッキでやっていきたいと思います。はい、対戦よろしくお願いします。うん、ランリーダー、お互い 1.3 バフ同士ですが、こちらはマタンなので、まるでデッキのタイプは違いますね。やっていきましょう。さあ、開幕、うん、デバフとユエファとレイネル、うん、これどこから切ろうかな。相手ランリーダーで若干 HP 低いので、ジェイン1枚差しなんかも考えられますね。アルベルダで、この火力はプラスマじゃないと。うん、どうしようかな。一応これデバフ握っといて良さそうですね。ユエファ初手出しの場合だと火力出ないので、まあ、レイネルでも適当に切りましょう。罠ゴマは入ってないと考えます。なんで罠回収とかも考えずに、レイネル初手から入って、で、次のターンにバルザードなんか引ければ上出来なんですが、相手はフギムに仕打ち。フギムに入ってるんだったら神タンと考えてもいいかもな。あ、お、本当に引けた。優秀ですね。まあ、これ打ちましょう。アビスコール、うん、いいですね。アビスのコールなので、呼ぶっていう意味のコールと、あとなんか、そう、飲み会とかの、なんかその、ホストクラブとかのコールみたいな感じなんですかね。ニュアンス的には。ごちそうさまが聞こえない的な。私、そういう場には、こう見えて、実は行ったことないんですよ。まあ、どんなこれ、こう見えて、どう見えてるかわかりませんが。まあでも、私の友達が、その、ホストの仕事してて、なんか仕事っていうか、バイト行ったことあるらしくて、いや本当そういう雰囲気って言ってましたね。あ、ちょっと待って、相手の HP 1996、わーいのことやないが、なんかその祝ってくれてるんですかね。私のことですね、これ完全に。私のことというか、私の生まれ年なので、今日は1996に恵まれそうな予感がしますね。さあ、ワンダーフェアリーコンボスキル打って、あ、来ませんね。いや、ただこれ F4 打った場合、右下 X に入られるのもやぶさかですよね。これ考えましょう。あ、いや待てよ、アラークコンボまだ悠々耐えますよね。であれば B3 とか打っちゃいましょうか。ちょっと意地悪しましょう。まあ他の場所にすかされる可能性はあるんですが、最悪こちらもデバフなんかも引いてますし、この段階で火力の出る子も相手引いてる可能性ってそこまでないですし、大丈夫です。 OKOKOK、 A3 取ってきますよね。
よし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 、まあ、相手もトップ引きにかけたっていう感じかな、まあ、デバフ打つのが安牌なところはあったんですが、まだ打ちたくなかったんですよね。 OK、 これはネウ F4 でいいですね。よし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 、ネウの本気強いですよ。でしかもコンボスキル2倍も狙えるので、ここに2倍の駒置いときたくて、でさっきそうジュリスの2倍っていうのは、まあ、強いんですが、やはりこうカウンターで使いたいところがあったので、ちょっとね、あの使うの戸惑ってました、ためらってました。そんなわけで使ってなかったんですが、これ F5 でいいですね。そのままハネル返しちゃいましょう。返してで、最悪角にリンガットとか置かれても F3 とかでチャ濁せますし、このターン耐えてしまえば勝ちですね。で C6 は耐えます。不義務にありますが、残念それ耐えてるんですよ。 1.61 枚しか出ませんからね。オーギーで、ここで4枚返しでフィニッシュさせていただきましょう。いや、まあネウさんが単純に強かったっていうのと、これ S5 はめちゃくちゃ引けてましたね。でマスティマは今でも強いんです。見てくださいこのゴリグ、おい4枚返しで1万810、おい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 、ジョヤの金かな1800、おお本当にジョヤの金見えていた、ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。神丹ですか、いいでしょう。27132、さっきも神丹に当たったので神丹ですね、ガラム打たれたのでさっきの神丹と考えて、神丹2連続 OK、 ジュリス3手目まで見えた。でネウはまだ切れない、相手の HP 27100なので、うん、おっとダーシェですか、あまあいいでしょう、そんなに火力出てないというか許容範囲にすぎません。 OKOK、ここはレウ王が打ちましょう。レウ王が打って相手神丹なので、こちらが手駒ロックされる心配はないですね。で次のターンは穴駒とか適当に変置きしたいですね。今回リッチも入ってないので、まあ、毒なんかがないということで、もう今回殴ることしか考えません。おっと、2ターン連続でこの削りはきついですが、アルカードですか、これ B3 打ちましょう。よいしょ、 B3 進行でこれで少しでも相手の動きを牽制したい絵ですね。変置き駒引いてないのって、おっとこれはラッキーですよ。よしよしよし、ここ A3 取ってくれるのは後々コンボ動線がつなげるので、よし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 、バルザード完璧ですね。 OKOKOK、 あそこで早めにジュリスを回収しないといけないという状況を作り出せたのは幸運ですよ。 F3 打たれたら左上 X 激強ムーブなん でしかもこれでネウは発動するようになりました。うん、確定発動ですね。2枚返しされることはないので OKOKOK、 しかもちょうど正月乱した相当切ってくれてるので、これは私の読みが正しければエンデガを握っていると見ていいですね。で 2.2 倍なので、43の4853、5300削れるから13700、ギリギリまだ使えませんね、うん、これエンデガまだ使えないので、こいつでコンボスキル狙いに行きましょう。5200か、 OKOK、 13700、完璧ですね。よしよし、計算は完璧です。相手の HP まだ半分以下ならないので、これでエンデが使えません。さあどうしますか、ネウを切ると、なるほど、これでダブコンにはなりますが、ただ3枚返しエンデがまだ耐えますね。いやただ D に打つかどうかなんですけど、ちょっと考えましょう。3枚エンデがまだ耐えるんですよ。なのでここで打った場合トップ引き、いやどうしようかな、ただもうこれ今回殴ると決めてるので、私殴りたいのもあるんですよね。 B3 打ったところで A2 に打たれて、結局2ターンで飛ばされる形は変わりませんね。行きましょう、大丈夫です。相手も3枚エンデが、飛ばないと判断する場合、レイネールのコンボスキル警戒するはずなので B1 に取れないと思うんですよ、うん、ちなみに3枚エンデが6600の2倍かけて13200しか出ないのでまだ耐えます。時空リートプラスまでも大丈夫です。ビクトリアはどんぐらい出るんだっけ、けど7200とかのはずなのでギリ耐える、そうですね、100は残ってくれる。 OK、 そうなりますよね。よし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 、で右には切ってないのでエンデ側は持っているんですが、エンデ側打てない状況っていうのが相手の、そうだな、まあ、手駒から、手駒というかこの打ち方からは察することができるんですよ。でここ考えます、あの1枚返しのエンデ側も耐えれそうなんですよ。なんでここ A に打っても、おっとラインスタンプありがとうございます。1、あ、2枚か、2枚5500ですよね。なので500回復して11200、うん耐えれますね。フェリプティとか引かれなければ大丈夫、まだここはテララ打ちません。これでいいですね。よしよし、
絶妙なダメージ感覚で動いています。 B4 エンデが来てもこっちの HP200 残るんで、で相手はおそらくエンデが持っている、違いますか。でここで火力を出さない場合テラナイトが行きますし、 OKOK 出さない、エンデが飛ばないと見ましたね。よし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  OK でここ大事ですよ、ここ、それここルキアか。いやただちょっと待って、相手もうまいなこれ。こいつティターニア消した場合ダブコンになるってことですか。あーうまいですね。えただ消さないと、うーんてか飛ばせないな、飛ばせないな、どう考えても。だったらティターニア消しダブコン、うまいな。これは1本取られましたが、ルキアでお願いですね。いやただ相手フェリプティ引いてないので、アラクとか釣らなければ大丈夫です。でアラク持ってるなら、あのウンディネのところアラク打ちますよね。いやそうでもないか、これアラクだったらやばいですね。トップ引きでルキア引いたのでワンチャン掴めてるところありますが、ちょっと相手の打ち筋かなりうま、オッケー、あぶ、危なかった。いやこれさすがにアタッカー引きますよね、引かないと私怒りますよ。危ない危ない危ない、ふうかなり危ない橋を渡りましたが、なんとかカーリーでとどめですね。よしよしよし、危ないな、正直負けるかと思いました。いやうまかったです、ちょっと私が全体的に優位に立ってると勘違いしましたね。はい、対戦よろしくお願いします。暗黒リーダーですか。あーこれは勝ちたいですね。今回はマデッキではありますが、そう殴ることしか考えてないっていうか、まあまあ罠とかはあるんですけどね、デバフとか手駒とかもあるんですけど、最近の主流である毒であったり呪いであったり、あと吸収が一切入っていません。ちょっと何ですかその光り方あ人物、あびっくりした。いやなんか相手の手駒になぜか知りませんが、これ幻覚ですかね、首が見えますね何ですか、私の見間違いでしょうか。まあこれちょっと、うん、面白い、まあ、バグだと思うんですけど、これ面白いのでもしかしたらこの試合は採用するかもしれませんね。おっと、首が2つ並んだ、もう完全にあれですね、もうあれにしか見えない。いやただ竜輪貼られてしまいましたね。まあいいでしょう。 OK、 マジカルキューブ、キューブと言ったらネウ、ネウと言ったらかわいい、かわいいと言ったら、なんだろうな、知らん本田翼、よしやっていきましょう。本田翼はかわいい、そうやろ、分かってくれる、あ分かってくれる、イエスという風にね、右から2番目からこうやってテカっていくと、なんでしょうかね。すごい相手の手、あーあれあれ、もしかして本田翼、あ本田翼じゃねもうひどいな今日、ダメだ、本田翼ね、違う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 、もうどしもネタひどいな今の、今のはひどい、これは叩かれて叱るべき、うん仕方あるまい。ガイアス、なるほど、さらに広げていくわけですか。さあ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 、これ考えたいですね。テラナで D2 に取った場合 B3 来ますよね、そしたら左 X でいいか、竜輪張る暇も与えたくないので、テラナで D2 打って B4 を出せましょうか。よいしょ、 OK、 まあ吸収効かないけどいいんですよ、メントスがここにあるだけでこいつらやる気出してくれるんで OK。 よしよし、1枚竜輪張ってるとはいえ呪いダメージ相当入るね、まあできる、おしょく、なるほどなるほど、貫通ないと考えていいですよね。だったら、あでもこれバフがこのターンで割るので、ネウ打っちゃいましょうか。左上 X ネウで、これネウコンボスキルも強いので、相手ここにネウあるだけで嫌なはず。吸収打っちゃって、よしよし。でしかも呪いダメージそこそこ入るので、シャキーン、いいですね。で、ただ、シェンメイとかでゴリゴリされるのが一番きついですよね。シェンメイないかな？オッケーオッケー。あ、これ D1 のグラキとか地味に強いんじゃないですか。まあまあ、回復量はさすがです。けどまだいけますよ。いらっしゃいませ。レイネル。ただ、貫通持ってないと思いたいので、ここは、グラキで。ただ、E4 にメイレンとか打たれたらきついのは、間違いないですね。メイレン来ないことをお祈りします。でオーラスキルは引いてない、よしよしよし、いけますよこの勝負。さあ途中ちょっと思わぬね問題発言があってびっくりしましたが、おっ
読まれましたね。あ、うまいですね。ちょっと相手の読みが私の上行ってたということで、いやでもまだいけますよ。ここは相手のコンボ動線を作らせたくないですが、その場合 A4 なんですが、 A4 打った場合グラキ完全に腐りますね。B 中打ちましょう。よし、これで C 中に入った場合グラキエース発動しますし、レイネールのコンボ動線も3枚返しで作れたので、あとはここ耐えるだけで、オーラスキル引いてないですね。耐えられますね。うん、大丈夫です。おそらく E4 打って、あ、 OKOK、 来ない。これ美味しいですよ。捕食入りますが、まあ、カウンターダメージも入るのでまだ飛ばせますよ。あ、ただ消えるかこれ。うわ待って、これ飛ばないんじゃね。いやでも呪いダメージ入るか。3枚返しで、38の 1.44 倍だから57の56の、いけるか。吸収も入る、そこそこ入るから、呪いダメージは考えるとギリ飛ぶと思います。よいしょよいしょ、 OK、 これで呪いで勝ちですね。危ない。ちょっとグラキエス読まれたっていうか、警戒されて A2 にシェンメイ打たれた時はどうなることかと思いましたが、ギリギリ飛ばせましたね。いやー危なかった。あそこで A4 に取ってたらワンチャン負けてましたね。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。ネウの活躍大いに見せられたと思います。1試合目2試合目なんかは特にね、あのコンボスキルも使えたりしてよかったかなと。で3試合目に関しては、まあ、序盤からそうディメントスを召喚して、まあ、バルザードですね、召喚スキルを使って、それからネウを使ったということで、まあ、2戦目と同じような動きになって、で相手の手駒のそう呪いの表示がおかしいというね、最近入りのバグなんかを見れて、私もなんか疲れていたのでしょうかね、いろいろと問題発言が多かったので自粛したいと思います。まあ多分編集でピー音多めに入れてると思います。でしたがバトルの内容自体はかなり良かったので採用しました。シェンメイなんかも出されて捕食もすごい多くされて、まあ、竜鱗も序盤から打たれて、やっぱり暗黒デッキ相手にもね油断できないというか、あの殴り切れるって思っていたので有利対面かなと思っていたんですが、そうでもないですね。捕食でうまいことリーサルをずらされたらかなりきつかったので、まあ、グラキエスが発動してなかったりしたら、うん、やばかったかなと思います。まあ、そのわけでね、あのノクタニアリーダーの、はい、ということで今回いかがだったでしょうか。ネウの活躍大いに見せられたと思います。1戦目はスキルもコンボスキルも使えまして、で2戦目もそうですね、スキルコンボスキル使えて、やはりこうコンボスキルが支え気になったことでなんかマナグリにより使える性能となったと思います。で3戦目に関してはコンボスキルは確か使ってないか、使ってないんですが、まあ、試合の内容が良かったので採用しました。ディメントスを召喚してネウを出して、あとちょっといろいろ問題発言がありましたが、まあまあそこはピー音をかぶせているのでおそらく大丈夫でしょう。編集中の私に頑張ってくださいね。もう今から編集中の私にねこうやって呼びかけていくっていうスタイルなんですが、まあ頑張ってると思います。で、そうネウ自体も強かったです。スキルで火力出せますし、コンボスキルも使えるので、まあ、なんかこう使ってる感じは浦飯祐介みたいな感じです。魔盤の、まあ、コンボスキルが支え気なのでより浦飯祐介よりも使いやすいと思います。あの他のですね召喚スキルと合わせるのが特にいいですね。まあ、神駒ほどね、神デッキほど例えばジゼルとかファヌエルとかあっちにあるので、この魔デッキというかマナグリデッキを組むにあたっては魔の召喚枠っていうのはそこまで入れられないかなというか、あまりいないんですけれども、まあ、その魔の召喚なくてもいいんじゃないかなとは思ってて、まあ、その他に候補としては青根なんかも使えますし、まあ、なくてももう適当に耐えていって終盤に打つだけでも普通にマゴマ3枚揃ったら打つっていう感じでネウを使ってもいいかなと思いましたので、皆さんもぜひネウを使ってみてください。ということで今回この辺で終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。